のガイド、タライサラと申します。今日は、シムリップにあるクメルセラミックというお店に来ております。こちらのお店はカンボジアの陶器の販売するお店と、あと、作る体験もできるところになります。はい、じゃあ今中の方ですね、入っていきます。こちらの陶器作る土、どこから取ってきたか地図でご覧いただけます。1、こちらですね、バンテイメンチェイというところなんですが、シムリップの隣、こちらシムリップですけど、シムリップの隣のところから持ってくるんです。白土を取ってきたんですね。で、あと2番ですね、こちら2番はこちら湖ですね、トンレサプコという湖のあたりから取ってきました。で、3番ですね、パイディンというところなんですが、パイディンも、シムリープの隣の州ですけど、そこから土を取ってきたんです。で、その木をこちら細かくするんですね。細かくしてきれいにするんです。陶器作るためにはやっぱりすごく細かい土じゃないと、粉ぐらいの その細かい土じゃないと作れないので、ご覧のように網はこんな網ですね。これ最後ですけど、すごい細かい網になってるんです。とこちらですね、お水などを入れた後の土のタイプですけど、この土は、水の分があまりにも多すぎるので作れない、ダメですね。こちらは硬すぎる。で、真ん中の土がこれで、陶器ですね、を作ることができる土になります。で、こちらですね、色ですね、この瓶ですね、下の方見てたらピンク色みたいに見えるんですが、出来上がったものはこんな緑なんですね。なんかちょっと違う色になってるんですが、でもこんな色、何でしょうか、緑青っぽいと白になってるんです。皆さんのこれ上り玉ですね、上り玉、もともとですね、こういうもので、焼いていたんですけど、今はガス使うことになってます。近代的になってきました。で、これは手なんですね、陶器をこういう風につけて、で、その熱ですね、これだんだん上に上がっていくんです。で、今はこういう風にガスで焼いてるんです。こちらの人からの説明があります。そうそうそう、もう簡単なセルメイខ្ញុំមុនតែយើងចាប់ដើមធ្វើខ្ញុំមានព័ត៌មានសិក្សាក្នុងការធ្វើគឺរួមនេះបាទ作り方とかのインフォメーションを話してくれます。ដំបូងគាត់នឹងចេះមុនស្ត្រេតឲ្យបងធ្វើមួយសិនបន្ទាប់មកឲ្យបងស្តាតខ្លួនឯងហើយខ្លួនអត់今からですねやります。で、先生が先にやるので、あ、こちら、ありがとうございます。
のこれから常にやってみたいと思います。なんかちょっと自信がないんですけど。つけたんで、じゃあ置きます。押さないとダメ。両手で。なんか結構力いりますね。手も足も手もやっぱり揺れてはいけないそうです。Mà cái đá, con chân là cái đá. Anh chắc tôi là bốn ba hai. Sẽ tập cho sao mình thích. Ông thích sẽ không nào mong sẽ không nào. Chân sẽ con và chân và chui thành một cái đá. Con nói tao phải nhìn nó tới xin mai mà sao. Chân quá khẽ bóng hố. À, đừng có. Cô đây một, chắc kì mình. なんか難しい。プロの人をやってるのを見てたらなんか簡単に見えましたけど、やっぱり自分で作るとなかなか難しいですね。これ間違ったらもうそのまま直せないからですね。花が好きですので花模様するんですけど、模様になってるんですけど、汚いですね。だろう、マンゴバネオン。だ、マンゴバネオン、はい、できました。汚い花模様になってるんですけど、花が好きですから花にしたんですが、汚いんですね。全然うまくできないんです。絵が下手ですので、ちょっとどんな形になってくるのか出来上がり楽しみにしてます。
こちらお店です。このお店ですね、もともとこちらではなく違うところにあったんですが、あのお店ができたのは2006年だったそうです。だから今からは、15年前ですね、できたんです。こちらにあの移ってきたのは、2年前です。このお店ですね、まあ、あの前は観光客ですね、海外からの観光客の方とかもよくあのこちら訪問して、買い物してくれたそうですが、今コロナで、もう観光客が来れなくて、もうやっぱりカンボジア人ですね、の、 あの人が来てあの買うんですね。はい、こちらショップの中なんです。いろいろなものを置いてあるんですね。皆様、こちらですね、いろいろなお皿置いてあるんです。まあ、お皿以外はこういうあの花瓶とか、あとはこういう美術のものをですね、いろいろ置いてあります。